島津成沖。島津成沖は、江戸時代後期の戸様大名。島津市、第27代当主。薩摩藩の、第10代藩主。完成3年、1791年11月6日、第9代藩主。島津人志仙の長男として、江戸で生まれた。聖母の実家鈴木氏は老人であったため、成沖出生後に藩と鈴木氏との間で、さかいが起きている。 文化元年、1804年10月に元服、将軍、徳川家成より返旗を賜って、署名のただ春、ただよただ春、ただあ、から成りきに改名。14にした、自重県文語神に助任。文化6年、1809年6月、金四録崩れの責任を取る形で、父、蔡仙が、祖父、重秀によって、強制隠居させられたため、 家督を継いで、第10代藩主となった。しかし藩主になったとはいえ、藩政改革などの実権は茂秀に握られていた。天保4年、1833年、茂秀が89歳で大王城を遂げると、ようやく藩政の実権を握り、茂秀の代からの藩政改革の重鎮図書広里を徴用して、財政改革を、主とした藩政改革に取り組んだ。 反省改革では、調べ書主導のもと、借金の250年分割支払いや清との密、貿易、砂糖の栓売、偽金作りなどが大いに効果を表し、薩摩藩の財政は一気に回復した。しかし、海元年、1848年幕府から密貿易の件でとがめられ、責任者の調べ書は12月に休止した。 なりおきに責任を及ばさないために一人で罪を被り、服毒自殺したとされる。また、対外危機の高まりに際しては、様式法術の採用を決め、藩主を長崎に派遣して学ばせたり、異性型を設置して、大砲の製造などにも着手した。この頃になると、なりおきの後継ぎをめぐって、藩内では争いが起きていた。成りきの成人した男児に、性質、渡る日目、 近子、鳥取藩主、池田春道の娘との間に、着子、成明が、即室、おゆらの方との間には、いつを、久光がいた、次男、祭里氏は、岡山池田氏を継いでいた。本来ならば、着男の成明が継ぐはずであるが、成良はおゆらとその間に生まれた久光を溺愛し、彼を、後継者にしようと考えていた。しかし藩内では、聡明な成明を、 後継者に進める者も,も少なくなく、開園2年、1849年12月には、お家騒動、おゆら騒動が勃発した。これは、成明の擁立を望む山田聖安、高崎五郎衛門、近藤隆久衛門ら54名が対立する久光と、その聖母、おゆの暗殺計画を図ったものであるが、事前に計画が露見して自害させられた事件でる。その後も、 藩内では成明派と久光派に分かれて対立が絶えなかったが、開江四年、1851年2月、老中、安倍正宏の朝廷により、成沖は隠居し、成明が家督を継ぐこととなったのである。安政五年、1858年7月16日、成明が先立って50歳で急死すると、成明の遺言により、藩士を継いだ、久光の長男。 忠則が弱年であることを理由に、再び反省を掌握。成明が計画していた、立兵上落は取りやめ、安政の大国で、京都から薩摩へ逃れてきた、月賞の保護を拒んだものの、西郷隆盛の身柄については、天見大島に隠し、幕府には、西郷の死を偽装した。また修正官事業の縮小を命じるなど、復古的な政策を行ったが、安政六年。 1859年9月12日に、病死。去年69、万67歳没。鹿児島県歴史資料センター霊明館には、たまり島付資料の一つとして、自家監禁作法伝書と呼ばれる、クロールシぬりの箱に収められた文書群が存在する。金礼が施された箱の蓋の表題及び裏蓋に、記された目録の文字は成尾本人の直筆であり、 薪絵が施された目録には、文政十一年二月二十五日の日付と、成尾自身の顔があることから、成尾自身によって作成、保管された文書群であったことがわかる。成尾はもともと、島津家に関して独自の歴史観を持っていたことは、文政五年に自らの総行をもとに、木場貞義に整理、作成した、経府略。 東京大学資料編纂書書像で知られていた。道書下官の書ことによれば、二荷儀の村から三種の神儀と共に代々伝えられてきた歴代天皇の秘宝が存在していたが、聖は天皇が我が骨根元王が親戚降下する際にこの秘宝を授けて常元が虎沼巻と呼び、虎巻秘宝の名で代々着流に伝えられたとする。源の頼朝は虎巻秘宝を島津正久。 島津家には忠久を頼朝の楽園とする伝承がある。にさづけ島津家歴代当主によって守られてきたが、島津光久の時代に、江戸幕府にそのことを追求されたため、虎巻秘宝は失われたと偽って密かに、直観秘宝と、改めて歴代当主のみが知る、最国人心秘事としたと記す。すなわち、成沖は、二二義の尊以来の歴代天皇の秘宝が、 生は源氏の着流である島付投手によって、今日まで継承されているという主張していたことになる。磁気間秘法、虎巻秘法の実際の由来など不明な部分もあるが、少なくても成尾はこれを史実として信じて、その実践が島付歴代投手の務めと信じていた。自家監禁作法伝書は成尾が存在を主張する、磁気間秘法、虎巻秘法に関する集大成であり、 その中にある、虎巻根本書作法細工伝記則という、成沖自筆の文書には、文政十年、千八百二十七年に、異様で八鏡が発見され、成沖がこれを入手した時の考えが記されている。成沖は、京都御所、当時にある、八鏡は本物ではなく、本物は、安徳天皇によって異様島に持ち出され、時機喚秘法の実践者である自分が得ることになったと。 確信し、上山城、現在の城山に宮を造営して安置したという。安徳天皇の末裔を名乗っていた、伊王島の長浜やいわゆる長浜天皇は、島付によって中身を持ち出されたとする、平和の箱事件が伝えられており、この二つの出来事は対応していると見られている。なお、 なりおきが入手して本物であると主張した八高神と、それを収めた宮の所在は現在では不明となっている。日付は旧歴、参考イコール幕末明治住職部人、不所藩一覧東京大学出版会2016年発行、NHK 大河ドラマ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。